中野太賀さんは俳優として今日から俺はこの恋温めますかなど数々の映画やドラマに出演しています。難しい役をこなす能力の高い俳優さんなので、家族が誰なのか家族構成はどうなっているのか気になりますよね。実は中野太賀さんの家族はすごい人たちばかり。中野太賀さんについて調べてみました。名前、中野太賀。生年月日、1993年2月7日。出身地、東京都。血液型、A 型。身長、168cm。体重、58kg。趣味、特技、カメラ。所属事務所、スターダストプロモーション。タイガさんの父親は俳優の中野英雄さんであることはよく知られています。タイガさん自身も中野英雄さんとの関係を公言していますので、間違いないでしょう。中野英雄さんといえば、年齢的に馴染みのない方も多いのではないでしょうか。中野英雄さんは、いわゆる V シネマでよく知られた俳優である。相川翔さん、柳葉敏夫さんと並んで劇団一世風靡に所属していました。ちょっと怖めの顔立ちをしているので、北野武監督のアウトレイジでの迫力ある演技と役柄のイメージが強いです。中野英雄さんはタイガさんをとても応援していて、 SNS でもコメントをしているようです。いい旅、夢気分での親子共演や、中野英雄さんが監督脚本の短編ドラマにタイガさんが出演するなど、二人の関係は良好なようです。また、中野英雄さんは、ファッションブランドモブスタージャパンもプロデュースしており、帽子や T シャツが次々と売り切れてしまうほどの人気ぶりです。俳優になる前は、トラックの運転手をしていました。若い頃は、スペクターと呼ばれる暴走族のグループに所属しており、同じく俳優で元暴走族の宇梶隆さんとは敵対関係にありました。タイガさんの母親はどんな人？職業は？タイガさんのお母さんは女優ではなく個人事務所を経営しているそうです。彼の父親である中野英雄さんは1996年に個人事務所バグジーを設立しています。バグジーの代表が中野高見さんであることから、タイガさんの母親であると考えられています。現在中野英雄さんはバグジーとは別の事務所に所属していて、タイガさんも別の事務所に所属しているそうです。タイガさんの母親についてはこれ以上の情報はありませんでしたが、中野英雄さんのエピソードでは、奥さんは中学時代に憧れていた先輩だったと言われています。以前のインタビューで、タイガさんは母親に対して、母は私の根源的な存在であり、揺るぎない基準です。かなり甘えん坊で、超マザコンですと冗談交じりにコメントしていました。マザコンとはいえ、タイガさんはお互いに執着することはありませんと語っており、母親は何の執着もなく放任主義でタイガさんを育ててきたようです。放任主義的な子育てをして育ったため、怒ることがほとんどなく、学生時代には一人で学校一の厳しいバスケ部に入部したこともあるほど危機感を持っていたそうです。タイガさんは中学生の頃から芸能界にいたこともあり、反抗期もなく家族ぐるみで仲がいいようです。お母さんの好きな料理はカチャトーラという野菜と肉をトマトで煮込んだ料理で、今でも帰省した時には頼んで作ってもらっていると語っていました。またインタビューで、母親に素直に愛してると言える人と言っています。お母様もきっと喜んでいるでしょうね。彼の母親も働いているので、お互いに仕事の話をしたり、
考え方が違うので、話をしていて面白いそうです。なんだか、世間一般の人が思っているマザコンとは違う印象を受けますね。父親が芸能人だったことでの悩みとは？タイガさんは、父親が俳優という家庭で育ったため、普通の会社に就職することが現実的ではなかったそうです。就職も大学も全くわからない。そんな彼には、遠い世界のように感じたそうです。逆に、芸能界を身近に感じていたそうです。父親の中野秀夫さんは俳優なので、周りには、たくさんの俳優や芸能人に囲まれていて、タイガさんが俳優になりたいと思うのは普通だったのかもしれませんね。タイガさんは、お父さんの映画をほとんど見たことがないそうです。数多くの映画に出演していますが、しっかりと見ているのはアウトレイジだけだそうです。自分の父親の演技を見るのが恥ずかしいのかもしれませんね。タイガさんは、反抗期もなく、今でも家族の関係は良好のようです。もし反抗期があったとしたら、血の滲むようなドラマを想像せずにはいられませんね。タイガさんは、なぜ親の七光を使わなかったのか？タイガさんは、自分の力で芸能界で有名になりたかった。そんな思いから、名字を使わずに、タイガという芸名でデビューしたそうです。二世タレントというだけで、映画やドラマの仕事をもらったりします。それは喜びも大きいのですが、タイガさんは、俳優としての実力を認められたかったのではないでしょうか。芸名を変えた理由は？タイガさんは、2019年6月24日に改名しました。芸名を中野タイガに変更したそうです。このタイミングで改名を決めたのは、話題作に次々と出演し、個性的な俳優としての存在感を確固たるものにしたことを転機と捉えているからだそうです。今勢いのある俳優の中野タイガさん。お父さんが自身の SNS で応援するのも素敵な息子愛ですね。これからも活躍してほしいです。